いどうもピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオマネごめんな、声出ちゃったまあいつものことなんですけどね、僕ですね、一発マリオでいつも大量の敵がいるコースっていうのはね、ほとんどやらないんですよ。ただ最近ね、そういうコースもめっちゃ面白そうだなと思って、今回はこのコースやっていきたいと思います。大量にボムがいるだけなんですけど、このボム兵おそらく全員倒す、そんな感じのゴール条件でしょ。やっぱりなんで78体なんだろう、ナッパだね知ってるかなみんな。じゃあこのボム兵を倒せばいいだけ。マグマ上がってくんの、どうするどうする、回転ジャンプで上に行って、もうストライクすぎ。じゃあどんどん上に上がっていこうか、この辺これ一番上の敵をさ倒しておかなくちゃいけないんじゃないのかな。ねえ、ちょっと倒してってみる絶対無理これきっと回転ジャンプで上に登っていくんじゃないの、こういう風に、そして早く倒してゴールみたいな。あ、ほらほら、今めっちゃ惜しくなかった。さあ行きましょう、これでもうゴール方法分かったね。ここで踏んで踏んで頼むあと1匹か、惜しい。もう次でいける、絶対これでいけるよ、見てて見ててよ、ここうわ、これじゃないのかな、でもこれ以外ありえないよね、ここでしょ。もうちょっと早く行けっていう感じか。とりあえずね、一番右のやつを早く崩さないといけないんだよな。なんでこういう感じでいける、やったゴールできました。なかなか難しかったねこれ。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ボブズトロールランドで、このコース名のボブってなんだろうってめっちゃ考えたんだよね。コースのサムネにバブルがいっぱいいるじゃん、だからバブルかなと思ったんだけど、このコース作った方がジェディボブって言うんだよね。なんでこの方の名前を取ってボブズトロールランドっていう名前にしてるだけだと思うんですよね、まあ、そういうやつなんですよボブは教科書に出てきそうだよねボブって。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.87%。 This is a Bob. This is the Pio King. Bob King. これは多分上のオンオフをもうすぐするね。オンオフして右に走っていけば多分変わる。うわ、違うのか。じゃあもう一回オンオフをして、もう下の方行こう。こっちしかないでしょきっと。で、ここでオフ、うわあ面白いなボブ、いい仕掛けつくんじゃねえか。じゃあここは一旦オンオフしてすぐ左に逃げれっていう感じでしょ。間に合うかな、間に合いました。ここで鍵がゲット、なんで一緒やつもいいんだそれじゃあここオンオフをするでしょ。そしてあのトゲソウが通り過ぎた瞬間左に行けばいい感じじゃないかな。トゲー、じゃあこのトゲゾウが通り過ぎた後上に行くね。そんでオンオフをして右の方に行けばいい。あ、待って、こいつなんか出てくる、絶対そうだと思う、なーにじゃあここさ右に走って行けっていう感じから、こう、よし、多分これで合ってるね。さて鍵を手に入れたのはいいんだけど、上に行ってみよっか。はい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 ここ急な多くない対応しきれねえんだけど。じゃあここは下でよかった、この扉でよかったね。なんでこの扉開けて入っていきます。さあめっちゃ怖いな、またなんか急な感じ来るでしょ。何もしないでさ、このドカン行ってみよっか。石親父、さっきから何なんだここ急な罠多くないマジで。じゃあオンオフをしてみようか、どうなるんだろう。オンオフしてどうなる、ゲームオーバー。ちょっと下行ってみていい、このまま下行か、正解。待って、やらないマリオがどこにいるでしょう。左上の大砲がトゲゾウを出してはくれるんだけど、どうかして逃げなきゃ。あ、このちくわブロックを下に置いてトゲゾウを避ける、多分これで合ってんじゃないかな。熱いよ、あ、待って、大丈夫これ、トゲゾウこっち来ない、あ、大丈夫っぽいね。そしてこのトゲゾウを倒そう、一旦倒しますね。で左に行く、うわ左なんもないのか。じゃあここでドッスンを左にやって、あれ、あ、わかった、これで、あれ、このパックン倒したら鍵が出ると思ったんだけどな。このドカ入る、うわ入れないね、わどうしよう。っていうかね、気になってたんだよね、これ何？
さっきなんか左下にさ、ヒントっぽいの書いてたよね。あ、待って、左下なんかボブヘイいるよ。あれはバブルで着火させなきゃいけないみたいな感じかな。じゃあここは一番下のちくわブロックが下がった瞬間にジャンプ、これでボブヘイに着火できるんじゃないかな。そしたら鍵が手に入る。頼む、なんか変わった。あ、やった、手に入れた、よかった。これで次に進めるね。こっちが正解じゃなかったらもう分からんね。うわ、正解っぽい。ここで中間取っておこうか。取らして、よし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 。さあ次に進みましょう。これでやっと1個目か。うわ、なんかやべえな色と。もう分かんねえって、こんなの情報量多すぎだろこれ。よし、それじゃあ次はよく見ていこう。分かった、これコインの通り行けばいいんだ、そういう感じでしょ。で次は左、どけー。最後はさ、降りたらダメっぽいね。なんで3段目で待っておこう。ここで待っておきます、何もしない、そういう感じでしょ。でオンオフが変わって左、これ最後トゲゾウが右に通り過ぎた後に行けっていうことかな。こういう感じ、これで合ってるでしょ。え、違うの。嘘でしょ、結構頑張ったよここ。いや合ってるっぽくない。ここでキノコを取って右に行けばいい。あ、そういう感じでしょ。これは罠と見せかけた罠じゃない感じだね。罠じゃねえか。いや、ヒント、なるほど、トゲゾウのどっかに足場があるっていう感じかな。じゃあこっち左戻って死に耐久をしろっていう感じですかね。どんな感じの死に耐久ですかここは。一旦さ、このシーソー、あ、シーソーはないのか、これ壊してみる。でジャンプ。いや、いらねえ。このファイヤーはいらねえ。どうすりゃいいんだろう。これに当たってやられねえんじゃん。ありがてえ。じゃあどこに足場があるかだよね。それを見極めなきゃいけない。あ、倒してしまった。なるほど、今僕がいるですね、左上になんか足場があるんですよ。あそこかな。2段目に足場があったんで、ここで何もしておかない、そういう感じでしょ。でオンオフ変えて左に行く、これが正解なんじゃないの。あー、待って、来ないで。あー、危ねえ。ここが合ってたんだね。それじゃあ次に進みましょう。さて、ここはドッスンが襲ってくる予感しかしねえな。ドッスン上から。それじゃあここは上からのドッスンを防ぐために左、ここに避けておけば大丈夫。オッケー。まさかのムツゴでびっくり。おっさんのムツゴでびっくり。でここでオンオフをしてドッスンを左にやっていいのかな。まあやるしかないよね。左やって、じゃあここはオンオフをした瞬間に左のあのドクロコースターに乗れっていう感じだろうね。さあ間に合え、こんな感じ。よし、ざまねえな黒い花。じゃあこのまま右に、なんかこれ上出てくるんじゃないの、大丈夫。うわ出たよ、でもこれは倒せるよ、いくよ、はい。よし、こんなのは得意なんですよ。それじゃあキノコ取ってこのまま右で渡っていけばいい、大丈夫。ブブー言われたけど大丈夫、まだ大丈夫だよ、僕は希望を捨ててません。諦めたらそこで終わりだ。それじゃあここ入ったら何もしないで置いてよかったっぽいね。ここで何もしない、それで左のなんかがなんかどうかなる。こういう感じか。なんかハートっぽくなってない、ちょっと可愛いんですけど。それじゃあ第2の中間ポイント取れました。このまま先に進んでいきましょう。さあこれはもうキノコ取るしかない。うわ左上怪しくない。うわここどうしよう、かぶっていってみるね。ここで綺麗にかぶります。よっしゃー、あーどうして意味で、え、これ入れなくない。どうすればいいんだろうここ。それじゃあさ、ここ左上行ってみようか。この土管の方に行ってみます、こう、そういう感じでしょ。来ました、ここでチュビになって土管に入れる。よしよしよし、これで合ってたね。さあちょっとここもなんで違うのねえ、この音楽は違うやつでしょ。あ、合ってるっぽくない、大丈夫、今日石親父多くない、そしてゴールなんじゃないのこの演出は。頼む、ゴールで合って、なんで。なんでよ、なんで中間ポイント、いやここ右開くんじゃないの。一旦右行ってみるね。
開けよ頼むから開いてよ。嘘でしょ、僕から何か違うパターン頼む、来てくれ。一緒やんかじゃあここ左上入ったらダメっていう感じだったんだね。じゃあこのキノコ取ってこのまんま右行けば正解か。あ、ここブロックだ。さっき気づかなかった、今めっちゃギリギリだったけど。さてここは犬な、ナイス何もしないが正解でした。ここ右が怪しいでしょ多分ね。あ、待って、右行きたかった、右に行きたかったんだって。ここでスターを手に入れて左の方に走っていこっか、多分それで合ってると思うんだよね。ちょっと待ってね、スターを手に入れる、そこまで下手くそさあ手に入れました。こっから左に走っていきましょう。そしてこの針地帯を抜けます、このまんま右、そして左に走っていく。来ました、多分あのどっかの土管に入ればいい形なんじゃないかなマジかよ、右に行けと、そういう感じか。これ戻れるんじゃないの、戻せてくれないか。でももう分かったよ、このスターを取って右側に行けば次の進路が開けるはずだね。ほっ、そういう感じでしょ。来た、マジで来た、これはゴールでしょ。やっほー、危ない、絶対やられると思ったあのリフトにそれじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。